2007年度のルワンダの15歳の49歳における HIV 感染率は2.8%である。本校では、ルワンダにおける HIV、エイズについて述べる。エイズに対し注意を促すルワンダの看板、反ン・エイズ・ソングを歌うルワンダ兵、2007年撮影オーガニゼーション・オブ・アフリカン・ファースト、レディース・アゲンスト・ HIV、エイズで講演を行うルワンダ大統領夫人の、 ジャネット・カガメ2005年撮影ルワンダでは15歳から49歳までの成人のうちの約2.8%が HIV に感染していることが明らかとなっている。これはサハライナンのブラックアフリカとしては中程度の蔓延率であるが世界平均よりもはるかに高いため大きな社会問題となっている。感染率に関しては比較的安定した水位が見られ一部には HIV 検査方法の改善の影響もあって、1990年代後半以降は、全体的に減少傾向にある。また、一般的に HIV 感染率は、農村部よりも都市部で高く、女性は男性よりも HIV 感染のリスクが大きい。15歳から24歳までの若い女性では、同年齢層の男性と比較して、HIV 感染者数が2倍近くであることが、 知られている。また、売春婦や一部の男性などを含む HIV 感染のリスクが高い人々は、性感染症の診断や予防目的で診療所へ通っている。ルワンダは、後発開発途上国に区分されており、国連の2006年度人間開発報告書によれば、人間開発指数は全177カ国中158位であったほか、 国民のおよそ60%が貧困層に属している。1994年の4月から6月にかけて発生したルワンダ虐殺の際には50万から100万人の土や恩恵派フッが殺害され、今でも多くの国民にトラウマなどの形で深い傷跡を残している。また、女性への組織的な性的暴行や性的拷問も数多く行われ、 25万人から50万人。さらに、このルワンダ虐殺の影響で多くのルワンダ人が移住した結果、都市部の地域の人口が大幅に増加した。一方で、医師、看護師やその他の医療従事者を含む熟練した医療関係者や教養のある社会人の相当数が、ルワンダ虐殺の時に殺害されるか都市部から避難するかしたことにより、 当該地域の衛生医療分野に携わる人的資源の不足が顕著になっている。加えて多くの保健所では、検査や治療に必要な医療機器などの設備や消耗品が不足するとともに、電力供給もルワンダ全土で未だ不安定となっており、輸血用血液製剤の安全化処理やデータの管理、医薬品の保存などを行う病院、保健所、研究所に悪影響を与えている。 なお、HIV、AIDS は患者自身が生涯にわたって関わり続けなければならない問題であるが、HIV、AIDS について社会のあらゆる場面で情報を共有していくことによって、ルワンダにおける患者の状況は徐々に改善されつつある。二千五年には、ポール・カガメルワンダ大統領の妻、ジャネット・カガメ大統領夫人が、オーガニゼーションオブアフリカンファーストレディー t アゲンス i と HIV、AIDS に参加し、講演を行っている。ありがとうございます。